まずですね、現状でありますけれども、本日午前7時16分頃から尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、当該海域において航行中の日本漁船1隻に接近しようとする動きを見せた中国航船1隻は16時現在の領海内にとどまっていると紹介しています。現場海域においては我が国の海上保安庁の巡視船が中国航船に対し領海からの退去要求を繰り返し使用しております。また日本漁船の保護の観点から同漁船の周囲に巡視船を配備をし、漁船の安全の確保を図っております。度重なる中国航船の我が国領域や接続水域への侵入に対応する我が国の具体的な体制について、これはちょっと警備上の問題からお答えを差し控えたいと思いますが、海上保安庁の巡視船が警戒警備を行い、日本漁船の安全確保等についてはまさに万全を期して対応しているところであります。領海内って侵入開始万全を期していけるように努めていきたいと思います。まず午前中申し上げましたが、ご指摘の準ずる措置については都道府県がその都道府県の全体または一部地域についてステージ4に近づきつつあると判断をしている。かつ基本的対処方針に挙げられている飲食店の20時までの時短営業等のいわゆる4点セットと呼んでますけれども、一連の取り組みをセットで実施をしていくことについて、都道府県知事が西村大臣に協議し、担当大臣が確認の上公表する、そして、そのことで国として緊急事態宣言の対象地域と同じ支援を行う仕組み、ところを考えております。ご指摘の各県が対象とされたどうかは都道府県知事から、都道府県か都は入りませんけれども、都道府県知事から協議が行われた上で、その協議において今申し上げた要求をもとに判断されるということで、現時点で、具体的なことを申し上げる状況ではないと思います。でまたご指摘の県、あるいは熊本、三重県等から協議の申し出があったとは聞いておりませんが、いずれにしても協議が整い対象となった段階では担当大臣から適切に公表が行われるものと考えております。4月15日に国内で初めての新型コロナウイルス感染症の患者の方が国民を感じたことであります。それ以降、まさに新型コロナウイルスの感染拡大と、戦後最大の経済の落ち込みという、まあ、いわば国難とも言える状況に対して、
国民の命と暮らしを守ることを最優先に取り組んでさせていただきました。新型コロナウイルスというこの未知とのウイルスの戦いも、先ほど申し上げた患者の発生から言えば1年経とうとしているわけでありますが、これまで30万人を超える方が感染をし、4000名を超える方がお亡くなりになられたところであります。お亡くなりになられた方に対しては、ご冥福をお祈りし、感染された方にはお見舞いを申し上げたいと思います。また、自らの感染リスクのある中、医療や福祉サービスの提供、生活物資の供給など、私たちの命と暮らしを守るため、昼夜分かたず全力で取り組んでおられる多くの方々に対して、心から感謝を申し上げたいと思いますし、この間、感染防止にご協力をいただいた国民の皆さんにも感謝を申し上げたいと思います。で、この間の取り組みでありますけれども、当初、例えば私、厚生労働大臣でありましたけれども、PCR 検査が十分にできない、受けることができないのではないか、あるいは今日皆さん、マスクをつけておられますけれども、マスクはじめとした防護服が不足をしている、さまざまなご指摘もいただきました。その後、それぞれの方々のご努力をいただきながら、検査体制、保健所体制、医療提供体制についても、一つ一つ改善がなされてきた、今でも十分とは言えるかどうかという課題はありますけれども、進んできたというふうに思っております。また、これまでの経験や知見を生かして、メリハリの効いた対策を講じていくに、講じていくということで、重症者、死亡者はできるだけ抑制しつつ、社会経済活動を継続することが可能としていく、こうした考え方に立って取り組んできたところでもあります。で、この間、臨時国会、先般の臨時国会では、新型コロナワクチンの関連法案の成立もいただいたところでありますし、年末には感染への対応と、さらに今後への対応を含めた、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策も策定をし、それを踏まえて、令和2年度の第3次補正予算、そして令和3年度予算等々の編成も行い、これから始まる通常国会に、そうした予算法案等のご審議もいただくことにしているところであります。この間、さわさりながら新規感染者数が増加をし、過去最多の水準の更新が続く中で、1月7日には1都3県、さらに昨日は7府県に緊急事態宣言が発令し、またその拡大を行ったところでもあります。そうした中で、我が国の取り組みの一つの特徴としては、前にも申し上げましたけれども、いわゆる我が国特有のクラスター対策として、複数の感染者から過去に共通する感染源となった場を探し出す、いわゆる遡りの調査を行い、そうした中でいわゆる3密という感染に高い事例、特に集団感染事例の共通点、これを整理し発信をするということであります。国際会議では逆にその英語でいう、この3密にあたる C3C という形でも取り上げられるようになったというふうに承知はしております。また課題という意味においては、さまざまな課題がありますけれども、私自身が担当して感じたのは、やはり国と道府県保健所設置士の間の連携をどう強化をしていくのか、特に情報を、疫学情報等迅速効率的に、共有をしていく、そういった意味でのデジタル化というのはしっかりと進めていかなきゃならないということを通説痛感をしたところでもありますけれども、そうしたことも含めて今感染症の改正についても国とご意見、して地方自治体のご意見、また与野党との与野党のご意見を伺いながら、今検討がなされているところでありますが、そうしたことを通じて国地方自治体間の連携の強化ということもしっかり図っていきたい、また実効性のある取り組みがそれぞれの現場において行っていける環境を作っていかなきゃならないというふうにも思っております。今後の修正については、現在その今緊急事態宣言ということでもあります。感染症そのものは、拡大し進行しているというこういう状況でありますから、今後の見通しはなかなか具体的に申し上げることは難しいと思いますけれども、今回の緊急事態宣言を踏まえてですね、国民の皆さんの協力もいただいて、事態をしっかりと収束に向かってですね、取り組んでいきたいというふうに考えているところです。朝日新聞です。先ほどの
経営者の皆さんの、ジュンズル措置の取り組みの支援についてお伺いします。このジュンズル措置の取り組み自体はもともと対象市に含まれていましたけれども、今回支援を付け加えたという理由についてお伺いしたいんですけれども、これは支援制限につながる先住対象地域の増加をですね、少しでも抑え込みたいという狙いからなんですが、支援を行う理由についてはまあ、今回のズンズル措置、これは基本的対処方針、1月7日に見直しをしたときに織り込まれた部分ではありますけれども、緊急事態を実施すべき区域の対象にはなっていないステージ3相当の対策が必要な都道府県について、しかしステージ4に近づきつつある、こうした状況の中でですね、準じた取り組みを行うことで、対象区域に指定されるような感染状況になることを防ぐ、そのことを目的としているところでもあります。で、そのためにそうした措置を行いうる環境を作っていくという観点から、準重措置取り組みに対する国の支援ということも今対応しようとしているところでありました。具体的な方向性はすでにお示しをしておりますけれども、実際の執行に向けてはいくつか手続きもありますから、今それに向けてですね、担当省庁において取り組みがなされているものと承知しています。お伺いします。朝日新聞の福地です。今ご紹介ありましたけれども、7日の改定からですね、1週間を経たないうちの、新たな改定で支援を追加したわけですけれども、今回その順次に順次取り組みをですね、行う地域が前回の改定から少ないと判断されたから、支援を付け加えることにしたのかどうか、そうですね、今回こうした政策決定はですね、総理、官房長官、西村大臣など、関係閣僚による政務レベルの協議で決定されているのかどうか、政策の決定過程についても合わせてください。まず一つは、今申し上げましたように、もともと基本的対処方針に書かれているわけですし、そういう対応すべき段階ということが明示されているわけです。で、それに対してどういう支援措置を取っていくのかということでありますから、今回の、まさに対象拡大、の地域ってもうそのステージで言えばもう一つ上のステージに上がっているわけなんでですね、そこはちょっと切り離して ご理解いただければというふうに思います。で、総理 の方針の決定にあたっては、もちろん関係省庁における議論、それを踏まえた関係大臣、または総理との間の議論、それを踏まえて方向性は決定され、そしてそれに基づき今申し上げた具体的な執行に向けての手続きが取られる、こういう状況であります。感染症法の改正と入院先の調整についてお伺いいたします。政府が与野党の政策責任者にお越しになられました。感染症法の改正提案では昨年と先週になられましたけれども、入院を拒した感染者に1年以下の懲役や100万円以下の罰金を科すケース罰を想定しているとのご説明がありました。一方、昨日にですね、東京都が発表したことによると、自宅療養中だった80代男性が入院先の調整がかかって死亡したという発表があるなど、むしろ入院がしたくても自宅待機を余儀なくされるケースが問題となっています。こうした入院したくてもできないというケース、入院先の総合調整がつかなかった場合について、政府は感染症法の改正に、どのように実施する担保でか。まず今お話がありました東京都においてですね、新型コロナウイルス感染症の患者の方が自宅療養中の亡くなられたこと、報道で承知をしておりますけれども、まずお亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。またそうした対応についてはこれまでも自宅療養を行う患者の方については厚生労働省から都道府県に対して軽症者と本人が緊急性の高い症状を伝えられるよう健康状態のセルフチェックや、ご家庭内で注意いただきたい8つのポイントの活用など、自宅療養を行う患者の方のフォローアップ体制の整備を要請をし、こういった面において引き続き連携を取っていかなければならないと思いますが、しかし同時に入院先の調整を円滑に進めていく必要、またそのためにも医療提供体制の確保が重要であります。昨年末に病床確保のための政策提示を取りまとめ、さらに予備費による思い切った医療機関の資金拠支援を実施とともに、厚生労働省から各病院団体等に対してさらなる経営病床の増床の協力もお願いをしているところでありますし、さらに本日
16時から総理と医療関係団体意見交換を、そういったことをテーマとして意見交換が行われているところであります。引き続き自治体緊密に連携しながら医療提供体制の維持確保にまずは万全を期していきたいと考えております。その上で今感染症の法の改正についてお話がありました。これについてはもうすでに厚労省においても担当する審議会等で本格的な議論が行われ、感染症法の対策の実効性の確保のための措置について与野党の意見も伺いながら通常国会に法案提出すべき議論を進めており、今お話がありましたように昨日の政府与党連絡協議会においても考え方をお示しをさせていただいているところであります。また全国知事会からも積極的疫学調査入院勧告の遵守義務やこれに対する罰則に関する改正を行うことの提言もいただいております。で、具体的には宿泊療養、自宅療養の協力要請規定を設けるともに、要請に応じない場合には入院勧告ができること、入院措置に反する場合や積極的疫学調査で虚偽答弁等した場合の罰則を設けることなどが挙げられているところであります。また入院先の総合調整にかかる実効性の確保に関しては、やはり同じく昨日の政府与党与野党連絡協議会によってお示しをした改正の方向性の中では、都道府県知事による入院等の総合調整に関する規定を法律を整備するということも挙げられているものと承知をしております。また重複しますけれども、入院先の調整を円滑するためには何より入院提供体制の確保が重要であり、先ほど申し上げたような対応を取らせていただいたところであります。今回緊急事態措置を講ずるべき地域においては、飲食によるえ飲食により感染リスクの軽減を実効的なものにするため、20時までの飲食店における営業時間短縮要請、また昼も含めた不要不急の外出自粛要請、出勤者数7割減を目指したテレワークの推進などに取り組むこととしておりまして、こうした、ことに対して国民の皆さんのご理解、ご協力をお願いすること大変重要であります。会見や内閣官房のホームページ、SNS などでも発信をしておりますけれども、今お話がありましたように、渋谷や新宿等の繁華街の屋外ビジョンにおいて、不要不急の外出自粛等についてのメッセージを放映をしていくこと、また多くの利用者が見込まれる鉄道内、例えば山手線の中のドア上部の液晶モニターっていうのがありますが、いわゆるサイネージというのでしょうか、においてテレワークの推進や不要不急の外出自粛のお願いを声ですけど、さらにはテレビでの CM を流すなど予定をしているところであります。引き続きですね、こうした施策においてこの期間の中、緊急事態宣言の期間の中においてですね、感染者数の減少等がしっかりと図っていけるように、国民の皆さん、さらには国自体も同じ方向に向かってですね、取り組む必要があり、そうした情報発信にも引き続きですね、努力をしていきたいと思います。
生さんの質問にございました。東京都内に80代男性が新型コロナの感染後入院先が見つからず症状が悪化してきた軽症だけに関連するんですが、循環に期待の2枚の入院等調整中の感染者は6000を超える状況にあります。当時は有効感染で医療崩壊を期待にして必要な方に必要な医療を徹底する発言され、教科も先ほど医療提供体制の確保が重要だと伝わりました。現状は必要な人に必要な医療を提供できているのでしょうか。政府の認識をお願いします。1月13日現在東京都で自宅療養されている方が8400人、入院療養等調整中の方が6546人と承知をしております。そうした中で先ほど東京都で自宅療養中の方が亡くなられたという話をさせていただきましたけれども、引き続きですね、まずは自宅療養を行う方、これは入院療養等の調整中の方も含めてでありますが、先ほど申し上げた健康状態のセルフチェック、あるいはご家庭内で注意いただきたい8つのポイントの活用など、自宅療養を行う患者の方のフォローアップの体制の整備、これをしっかり行っていく必要があるというふうにも思っております。自治体とも連携をしてそうした対応をしっかり図っていきたいと思いますし、さらには入院先の調整を円滑に進めるためには医療提供体制の確保、あるいは充実が必要でありますので、これまでの政府の取り組み、あるいは支援の内容、こういったものをしっかりと周知をし、また各受け入れ病院についてもですね、後期協力を地元の自治体のみならず国も一緒になって働きかけていきたいと思っておりますし、また先ほど申し上げたように今日医療関係団体と意見交換の取りが行っておられます。またそこで医療関係団体からいただいたそうしたご意見、あるいはご要請もあるのかもしれませんが、そういったものにもしっかりと受け止めていきたいというふうに思います。まずご指摘の発表については承知しておりますけれども、金融機関の統合等については各金融機関の経営判断に属する事項でありますので、政府としてそれについてコメントするのを差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、地方銀行については、地域銀行については人口減少など経営環境が厳しい中で自ら経営改革を進め経営基盤を強化し地域に貢献していただくことを期待しているところでもありますし、政府としても6銀行の特例を載せて地域銀行の経営強化にする地域銀行制度の検討などの環境整備にも取り組んでいるところであります。政府緊急事態宣言の範囲として、東京の場合は感染者数が追加で500人未満との基準を示しています。水曜日による自宅検査の質問となるのも、西浦教授はこの基準で管理した場合、午前中で宣言前の読みで感染者が戻るとしています。西浦教授の指摘に対する政府の場合です。まず西浦教授が行っているしています複数の調べについて対策の効果について一定の過程を置いた上で感染者数等について試算されたものだというふうに承知しています。今後の感染者数の見通しについてはどうした見通しをする以上は一定の過程を語るかというふうに思いますし、また政府として具体的なシミュレーションを行っているわけではありません。昨日の尾身文化会長の会見においても2月7日までいわゆる緊急事態宣言の期間の中においてうまくいきそうだというベストケースとそうでないというケースを念頭に置きながら感染状況や対策の効果を問題していく必要について研究がなされていると思います。引き続き専門家のご意見も伺いながらですね、先を見据えた取り組みをしっかりと講じていきたいというふうに思います。島田の罪に問われている韓国の各前大統領について韓国最高裁は上告を退け懲役20年の判決を確定するというのでした。すでに各種は公選雇用の罪で3年以上収監されていて、隣国の裁判ではありますが前大統領が長期間で収監される異例の事態になっています。受け止めをお願いします。まさに他国の内政に関する方事項でもあります。ご指摘のことは承知しておりますけれども、あくまでもそうした事項でありますので政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。しかもなんで韓国のこと新型コロナウイルスの発生源などを調べる WHO の調査チームが中国部会に到着しました。新型コロナをめぐって発生源や人への感染の経緯の解明には至っておらず、調査チームは現地で最初の症状を詳細に調査したいと思います。受け止めと詳細の期待があります。WHO の国際調査団が本日14日昼に武漢に到着したと承知をしておりますし、同調査団には日本から前田国立感染症研究所獣医科学部長も参加されていると聞いております。今回の WHO 国際調査団による現地の科学的な調査が初期の目的を十分に達していくこと、そしてその中で科学的知見が得られることを強く期待しております。入れ
たのか。どうなんでしょうね。武漢に入れたの。でも WHO って正しい判断がするのか。誰だっけ、虎ノ門ニュースに出た政治家の人はあのうるさいとか言ってた人、え、声の大きい人、政治家、青山、あ、青山、ディープステートの仕業さん、うん、チラシを送っても全然反応が取れない。何言ったの。ホームページやランディングページを業者に、あ、まだ入れたんだよ。自民党の保守系グループ日本の尊厳と国益を守る会は12日、新型コロナウイルスへの対応として一部の国とのビジネス往来を全面停止するよう政府へ求めました。青山代表によると、対応した岡田官房副長官から全面停止も選択肢として検討していると発言があったということです。よく言った。はいはい、まず皆さんお疲れ様でございます。明けましておめでとうございます。これは今日は一点に絞った、はい、総理への提言を守る会として、副長官経由で総理にお渡し願うことになりました。でこれ紙皆さんに、お配りしますけれども、ビジネストラックと、いわゆるビジネストラック、この用語自体賛成じゃないんですけれども、いわゆるビジネストラックとレジデンストラックのいずれについても完全に中止する、期間は定めない。ただし無期限という意味ではなくて、私たちは武漢熱と呼んでますが、この感染症が静まるまでは変異種の問題も含めて海外からお入れになることを止めると。で一応政府は従来の方針を少し変えまして、入国時に検査を行うということになりましたが、それも簡便な抗原検査でありますし、が中心でありますし、その今検査すれば入国してよしという状況ではない。つまり特に検査はもともと絶対の信頼性というのは無理ですけれども、変異種のウイルスについてどこまで信頼性があるかわからないですから、その意味でもこれ以上の感染拡大を変異種のウイルスによって起こさないために中止してください。でもほぼそれに尽きるんですが、それに付随して今レベル2に中国や韓国やシンガポール、ベトナムがそこになどがその分類されてるわけですけど、それをレベル3に引き上げてください。
それからもう一点は、今回 の、 その方針変更がなされれば、総理ご自身から国民に分かりやすく説明をしていただきたいと。それで、この提言の中に書いてあるのは、まあ、そういうことなんですが、本当はもう一つ大きな背景として、インバウンド頼みの経済政策を見直してください。で、観光業も極めて大切で、観光業に従事されている日本国民の方々の生活、それと同時に日本に来ていただくと、中国や韓国で実質行われているような反日の政策に対しては有効な手段ですから、日本を分かっていただくというのは。だから観光業大切ですけれども、それが主になると外国頼みになり、それから、まあ、観光客の方々の様子によっては国が荒れると。で、中でも国民に今厳しい制限をお願いしておきながら、実質ビジネスだけで入ってこられるはずの、特に中国の方々で、あからさまに観光なさっている方が非常に多いと。で、そういうことから考えますと、やっぱり日本は本来技術立国であり、それから製造能力を高めて経済全体を押し上げることが大事なので、観光に依存しすぎることをやめてくださいと。で、最後、それに関連して、この今緊急事態宣言は一応順調にいけば2月7日に終わることになっています。で、今の政府の方針、今日の対策本部や党で開かれた対策本部や、あるいは外交部会で説明された政府の方針によると、緊急事態宣言が解除されたら即座にビジネストラック、レジデンストラックっていうのは検査がなくなって入国できる状況に戻すということですが、ダメやろ、それは絶対反対です。それやると特に2月11日から中国において春節が始まりますので、中国の観光客の方々が溢れることになれば、実際に変異種のウイルスが入り込むリスクも高いですし、それからまあ中国に対する感情も悪化して日中関係にも悪影響がありますから、それをしないでくださいということを、この部分あたりは口頭で申し入れをしました。で、それに対して副長官からは、総理に必ずこの紙を直接渡し、そして守る会を含めた党の側がこのビジネストラック、レジデンストラックの停止ないし中止ってことで一致していると、続けてくださいって意見を実際外交部会でも対策本部でも皆無でしたから、そのことを必ず総理に伝えますと。で、総理官邸としても、このビジネストラック、レジデンストラックの問題は重大な関心を持っていて、検討をすでに開始していますと。で、総理とも協議を重ねていって、方針を考えますというお答えでありました。国家副長官が検討すると言ったのは、その完全中止について総理が検討しているという意味。完全中止も選択肢として、選択肢に入れて検討してますと。だから我々が感じ取ったニュアンスとしては、その今決まって、ようやく連休明けに決まった検査をしますということにとどまっているわけではないということは非常にはっきりニュアンスとして示されました。まあ、そういう前向きな意見も聞かれたと思いますけれども、はい、これまで、まあ、自民党の議員はとにかく早くやめろというふうに強く言っていたと思うんですけれども、うん、その政府の対応が遅れていることについてはどのようにお考えでしょうか。1日どころか1時間対応が遅れたら、つまり完全止めるのが遅れたら、それだけリスクは何倍じゃなくておそらく乗数効果で大きくなっているんで、この今日実は私個人の意見や守る会の意見だけじゃなくて、この外交部会や対策本部で出た意見の中に、なぜ党のこれこのように一致している意見を政府は無視するのかという強い言葉も普段穏やかな議員からも出ました。だから今日副長官に、そのまさしく政府と党の関係もこのままでいくとおかしくなりかねないので、守る会だけではなくて、守る会も64人もいますから、で各派閥からそれを超えて集まってるわけですから、まあ、公平に意見を聞いてくださいということを申し上げて、それにまあこれは官房副長官としてしっかり理解は示されました。
今ご指摘あった通り、万が一その例えば変異種が全国で蔓延した場合は、まあ、政府の責任、ここで止めてなかったことは責任になる可能性もあると思いますけれども、まあ、その点についておっしゃる通りで、例えば変異種のウイルスを考えると、もう GoTo トラベルでそれが広まったとはとても言えないですよね。あくまで、これは、まあ、最初が本当に なのかは分かりませんけれども、日本でウイルスはもともと変異するものですから、細かい変異を起こしていますが、感染力が 1.7 倍以上になるような変種、というのは日本では見つかってないので、もともとは明らかに海外から持ち込まれたということは事実上エビデンスもあるわけですから、おっしゃる通り、このままその検査をしたと言いながら海外から人を受け入れて、やがて日本で変異種のウイルスが市中感染引き起こすようになると、政府の責任は重大になりますし、与党自由民主党もそれに異論を唱えてたから責任免れるわけではありませんので、したがって、まあ今日はやむにやまれず提言したというのが、まあ本音のところですよね。はい、産経新聞の沢田です。先生方からご覧になって、政府の対応は遅いというふうに見えているかと思うんですが、その原因についてはどのように分析していらっしゃいますでしょうか。まず何もかも遅いんですよね。前から問題提起している海外同胞への支援も、なぜこんなの遅いのか、まあ、理解を超えてますよね。でそれはやっぱり、はっきり言えば調整型の政治ではもう危機の方が早すぎて追いつけないってことですよね。だから過大なリーダーシップがどうしても必要です。でそれは例えば党側の意見を無視して、の官邸の思うがままにやるということとは全く別なことであって、素早く意見を取り込んで、素早くもう一点だけ、国民のためっていうだけですから迷うことはないと思います。で、したがってこの例えばビジネストラック、ビジネストラックの停止がなかなかそうならないのもですね、基本的にはやっぱ経済の味方だと思いますよね。例えば観光立国って言葉を作ってしまうと、もうそれに合うようにしか動かなくなってしまいます。でもそういうこの、柔軟性に欠けるところがこの決断の恐れに、いや遅れにつながっていると思います。で何にしても遅いっていうのはもう間違いなく今の日本の政治の現況なので、現況というのは現在の姿、と同時に、悪い意味の現況でもありますよね。だからそこは党も責任を持って変えていかなきゃいけない。根本的に議員内閣制の根っこをもっと大切にしていただきたいと思いますよね。さっきあえて海外同胞への支援のことも言いましたが、これに反対する自由民主党の議員はいないわけですよね。積極的な立場とそうでもないのはあるかもしれないけど、それからビジネストラック、レジデンストラックでもこれだけ何度も国会も開くに対策本部を開いて続けるべきだという人が一人もいないわけですよね。であくまで国会は参加自由ですから、対策本部も参加自由なので、来ないで、いる人にどう言うか意味がないので、来て発言している人は、来てあげた人は全員発言できるわけです。自由にしたほど確かな意見がある政党の中で、これほど意見一致したことは、過去にあんまりないと思います。僕は政治記者の時代考えている。それなのに政府が動かないというのは、議員内閣制で、この我々議員の中から菅総理も官邸の首脳陣を選んでいるわけですから、それがおかしくならないうちに、党がこうやってまとまって意見を持っているんだったら、それに素早く反応していただくというのは当然のことなんですよ。そこは非常に今危機的だと思います。ご点受点があった話なんだけど、それが国内にすらない話だと聞いてる人も黒人の意見聞いてんじゃないかって。ああ、見てもおかしいよ。なんか正当な理由があるなら本当総理がきちんと説明して、何としてもね。メサラゲさんの人。でもアースなんだっけ、NSA とつながってる人なんだ。
国に関する内容と、そしてですね、先日のネサラ、ゲサラに関する訂正、あとはですね、笑顔でポップコーンを食べようっていうものと、それに関する詳しい内容を一つ一つ追って見ていきたいなっていうふうに思います。どういった関係性があるのか、まず皆さんこの動画を見るときは笑顔でこうニコッとした形でポジティブな気持ち、思いで、よかったら、見てください。もちろん人それぞれいろいろな感情があると思いますが、何か自分の中でおかしいなって思った時っていうのは、自分自身に闇が迫ってきている時なんです。やっちーネガティブな感情が、一人の人間の力っていうのは、一人個人単位に見たらそんなに大きいもの、午前0時に始まるのではなく、それ以降にアメリカの最高の笑顔で、何としても日本に復讐したかったソ連のあくどい手口、先の大戦中ワシントンタイムの14日午前0時以降にアメリカの方で緊急放送が入ります。それはワシントンタイムの午前0時に始まるのではなく、それ以降に始まりますということです。この緊急放送は世界中にではなく、アメリカ合衆国全体と、もしかすると世界の主要都市へのメッセージも入るかもしれませんと、石川さんの方から、ワシントン NSA アースアライアンスからの直接的なメッセージとして伝えられていました。11日から活動の説明と大統領令発動の発表の説明をしますと。ワシントンタイムの14日午前0時以降ということは、日本時間でいうと14日の14時間後なので、午後2時になります。それ以降のどこかで緊急放送が入ります。明確な時間というのはお伝えすることはできませんが、近々その緊急放送が入りますので、皆さんニコッと笑顔でその放送を見てください。そして皆さんにポジティブな気持ちを送ってください。もう間もなくです。はい、それではですね、こちら共和国に関する内容がネット記事に上がっていたので、ちょうどね、参考にするにはちょうどいい内容だったので、そちらを参考にしながら、僕の方で NSA とアースアライアンスの方からいただいた、共有していただいた情報を照らし合わせながら、前回石川さんが語っていたアメリカの共和国に関する内容を取り上げていきたいと思います。そして後半にはポップコーンなどね、なぜポップコーンというワードが出てきたのかっていうのが分かる、情報がありましたので、そちらも見てさらに笑顔になってポジティブなプラスな気持ちを、そして愛を世界に送っていきましょう。まずは先日の昨日の動画の訂正です。訂正のね、コメントを昨日の動画に打ち込んでいて、コミュニティの方にも書いたのですが、まだ見ていない方もいると思いますので、こちらで説明していきます。ゲサラが宣言されて国連加盟国の中で認められた国に対しては、各国にネサラが適用されていくんです。ただ193カ国国連に加盟国があるのですが、もちろん例外として国連加盟国ではあっても適用されない国があります。それっていうのが、例えば C 国とかベネズエラとか、今回のベネズエラって今回の選挙でもね、チャビス政権だったりとか、そういったワードが出てきましたよね。あとは全体主義、共産主義国、そういった国っていうのは現段階で適用されていません。もしも適用されるのだとすれば、今後国家として悔い改めてその方向を示す、国家としてその方向を示す、その時が来ない限りは適用されることはありませんということです。昨日の動画ではね、言葉足らずになってしまい、あと情報量が多くなってしまって、僕もねちょっとそこに対して目がいかず、申し訳ありませんでした。昨日修正したコメント、そして今日のこの修正した内容を含めて、ネサラゲサラっていうものを理解して、皆さんでね、インターネットを調べて、実際にどんなものなのかを自分の目で確認してみてください。そして確認するときはいつもの通り笑顔でよろしくお願いします。今回の石川さんの発言に関しては、ここ、共和国のここに関する内容ですね。ちょっとね、翻訳ずれはあるんですけれども、読んでいきますね。こちらに関しても、アメリカに対するこの本来の意味合いっていうのを、情報共有させていただきましたので、そちらで読んでいきたいなというふうに思います。こちらに関しては、英文を日本語翻訳機能で自動翻訳しているので、ちょっとずれがありますが、実際は、これは米国運輸省による米国の出生証明書の記録が奴隷財産債として売買されていたことですということです。米国運輸省による奴隷財産債としてのアメリカの出生証明書記録の販売を禁止しますの意味です。そしてこれがアメリカにとってとても重要なものになってきます。そして先日石川さんの動画の中で語られていた共和国に関する内容というのがこのことです。すなわちあの内容というのはこのネサラの内容なんですよね。トランプさんは大統領に就任後あらゆる計画を実行してきました。そしてディープステートを徐々に公開一掃させてきました。その中でこのネサラに載っているこの行動もすでに起こしていたんです。NHK が報じない89年前の中国先日の石川さんの動画の中でですね、大統領就任式は新共和国に生まれ変わった最初の大統領としての就任です。以前メッセージの中でお伝えしましたが、昨年の10月1日に新共和国として宣言されています。
もうすでに宣言されているんです。それは表にはまだ伝えられていなかったことですが、2019年5月3日よりアメリカの影の君主であったアメリカ国民のお金を巻き上げていたヨーロッパの一族よりそれを解除させ、正式にアメリカが生まれ変わり真の共和国になった宣言が昨年10月1日にされました。そのため真共和国に生まれ変わった最初の大統領としての就任と表現しています。石川さんと僕が受け取っている情報源は一緒です。どっちかが石川さんをパクっているとか、向こうが BBNS をパクっているとか、そういうのではないので、皆さんそういったネガティブな気持ちにならないで笑顔でこう見てもらえたらありがたいです。石川さんと僕は同じ情報源から情報をいただいています。そしてですね、一緒に協力して皆さんに情報をお伝えしています。石川さんは細かな概要を伝えてくださっています。そして僕はその詳細を伝えています。なので石川さんと僕のものをセットで見ていただくことで、どういったことが起こっているのかっていうのが理解しやすくなると思います。どうか皆さんネガティブな気持ちにこう侵食されないように、笑顔でポジティブな気持ちで人を蹴落としたり、いがみ合うのではなくて、みんなで協力して愛のある形で戦っていきましょう。それこそが世界平和への最大のパワーだと思います。そしてですね、皆さんにお伝えしやすいようにインターネット上でそれについて詳しく書かれている、これに関しては僕が情報共有していただいた内容と近いものがありましたので、そちらを読みながら情報共有していただいた内容についても、見ていきたいと思います。こちらですね、イギリスから独立して誕生したアメリカ共和国とはほど遠く、その実態は1871年に先まがいの手法で設立された株式会社アメリカという民間会社。トランプさんがこれからアメリカは共和国に戻ると何度も言っていますが、どういう意味ですか？今のアメリカは1776年にイギリスから独立して誕生したアメリカ共和国とはほど遠く、その実態は1871年に先まがいの手法で設立された株式会社アメリカという民間会社です。最近動画のコメント欄に出回っているリュントさんがこれは見てくださいといった動画、海外の方が上げている動画の内容にもこちらが書いてありましたよね。で、先日石川さんが上げた共和国に関する内容っていうのはそのことなんです。そして今回僕がそれをその詳細を説明していきます。これね、ソースあるんですけど、ソースはもうね消されてますね、ツイッターのこのソースに関しては。1871年すでに国際銀行団によって買収されていた米国議会は、アメリカ共和国は別の法制度を持つワシントン DC、 ワシントンコロンビア特別区というたった100平方マイルの特に新たな連邦政府を形成する法案を可決させた。特別区には英国海軍と同じく国王や独裁者の権利を優先させたローマ法に基づく開示法という独立した法体系が適用されている。開示法とは海上における軍事や企業の商事活動について定められている。他に陸上の建物や土地にも権限が及ぶことがアメリカの連邦法には定められている。アメリカ国民に対する次の罠は1913年に仕掛けられた。その年のクリスマスイブ、その銀行団から賄賂を受け取っていた議員たちは、多くの他の議員がクリスマス休暇を取っている隙をついて、連邦準備制度設立の法案を成立させ、アメリカの貨幣を民間銀行が発行する借金札に変えてしまった。こちらのサイトではそういった内容で表現されています。そして僕がね、 NSA アースアライアンスからいただいた共有した情報もこちらで話していきたいと思います。まずこちらで1871年という年代が出てきますよね。これに関して説明していきます。アメリカは1871年に国ではなくなり、ロンドン市の下で所有される企業と同様になりました。国ではなく法人企業になったということです。最近日本も何かね、法人企業っていうワードが出てきましたよね。あれ、企業になってますよねっていう、そういったソースありましたよね。何かそれに近いものを感じますよね。アメリカ国旗のこの周りについた金のフリンジありますよね。それに取り付けられた金のタッセルは国ではなく企業を表しています。見ていきますよ、オバマの時は金のフリンジついていますよね、国旗に。しかし見てください、トランプさんが使用しているのが正規の正常期です。フリンジついていませんよね。ピラニーに関しては星マークが逆さまのこの旗を使っているということです。悪魔の正常期、星マークが上下逆さまなのだそうです。ゴールドフリンジフラグは何を象徴していますか？金のフリンジ旗は開示法を象徴しています。株式会社ワシントン DC の正常期、アメリカは英国のクラウンとバチカンに支配された法人です。トランプさんが大統領になる前というのは支配されていたんです。国家ではなく実は法人だったんです。それをトランプさんが昨年の10月1日に共和国を宣言し取り戻したんです。それが石川さんの言っている共和国に関する動画の内容になっています。今回はその詳細を説明しています。それがですね、11番目のこの項目と大きく関係してくる内容になっています。そしてですね、ユリシーズ・グラント第18代アメリカ合衆国大統領です。こちらについてアーサー・アライアンスの方からいただいた情報と合わせて説明していきたいと思います。アメリカが法人になる前に選出された最後の大統領はユリシーズ・グラントでした。トランプは2019年5月に1871年からこの忌まわしい企業の破壊を終了したこと、民主共和国としてのアメリカを人々に返還しました。これは米国運輸省による米国の出生証明書の記録が奴隷財産債として売買されていたことです。そして彼らっていうのは今まで何をしてきましたか？地下、子供、ピザ、〇〇〇フノムとかさ、結局奴隷財産債として売買されていたということなんです。そういったことがトランプさんが大統領になる前に行われていたんです。そしてトランプさんが大統領に就任し、それを全て一掃してきたんです。さらにその決着がもう間もなくつきます。皆さん不安になったり怖がることはありません。もう勝負の時は来たんです。そしてもう勝負はほぼ消しているんです。皆さんのそのポジティブな気持ち、ネガティブではないポジティブな元気、勇気、愛、光を現地で戦っている世界中の人に送ってあげてください。それが最大パワーなんです。トランプさんが大統領になって宣言するまで、実はね、アメリカ合衆国に住んでいると思っていたんだけれども、実はそうではなかったというお話、非常に恐ろしいお話ですね。この金のフリンジを見かけたら怪しいなと思ってください。今はもうすでに金のフリンジなしの国旗になっていますから。ただ昔はこれを使用していたんです。バイデンとカマラ・ハリスもほら見てください、金のフリンジ付きになっていますよね。トランプさん見てください、ついてませんよね。そういうことです。トランプさんは昨年の10月1日に新共和国として宣言されています。すなわちアメリカを取り戻したということです。はい、あとですね、リンと弁護士が真実だから見てくださいと言っていた動画に日本語字幕をつけましたという動画も上がっていましたので、皆さんこちらを自分の目で確認してみてください。そしてですね、こちら宇宙軍の上層部たちが扱っているツイッターアカウントになります。日本語訳にしていきましょうか。米国宇宙軍司令部上級入隊リーダーの方たちがやっているツイッターアカウントです。正式なものです。宇宙軍関係者がポップコーンについて言っているんです。
最後またポップコーンでも食べようと、これから映画が上映されるのでポップコーン食べながら一緒に見ましょうということを言っているんです。ポップコーンの準備ができた。私の2021年の学習リストの最初の映画ですということで、昨年の石川さんの動画のワシントンからの情報、 NSA アーサーアライアンスからの情報では、ポップコーンね、皆さんポップコーンでも食べてゆっくりしてくださいというふうにメッセージが来ていましたよね。見てください、実際に宇宙部の方のアカウントポップコーンについて研究しています。これどういう意味だと思いますか？そういうことですよね。そして僕も石川さんと同じ情報を共有させていただいております。その中で僕が感じたのは、収束するんですよね、そこに。あ、これは収束したなと。また改めて、ね、皆さんも確認としていろいろな動画を見てみてください。今起きていることがどこに収束するのか、表からは、ね、非常に見づらいんです。計画的に動いているわけですが、表からは、表からこう表面的に見るとその裏側に内包されている本質っていうのは見えにくいんですけれども、本質を探っていくとやはりそこにたどり着くんですよね。さらにはですね、コメント欄でアメリカの停電に関するサイトがあるよということでいただきました。こちら更新していきましょうか。昨日はね、かなり停電しましたね。40万ぐらい深夜行ってたんじゃないか。今日の0時付近とか01時02時とか AM ね。ただ今ねちょっと停電している数っていうのは減ってきましたね。米国全体の停電を追跡、記録および集約するために作成された継続的なプロジェクトです。詳細については私たちの詳細ページをご覧ください。停電別のトップエリアが青ですね。一応英語版はこういった形になるので皆さんも検索してみてください。今ねやはり停電したという情報が出ていて、動画とかでも停電している映像とかが上がっているんですよね。そしてこういったサイトでも停電に関する情報が出ているんです。パワーなんちゃらなんちゃら US は米国内の公益事業機関からライブ停電データを収集、記録集計し、利用可能な最も信頼性が高く完全な停電情報を作成することを目標にしています。皆さんこちらこの名前で検索してこちらのサイトをチェックしてみてください。リアルタイムで10分間遅れありますけど、10分ごとに更新してくれるようです。よかったらチェックしてみてください。グローバル人的構造改革が日本の共同体、歴史、文化を破壊してきた。経済。はい、ということで今回はアメリカの共和国に関する内容を取り上げていきました。皆さん一番忘れてはいけないのは、みんなで協力するということが大切です。人を。が上がったと見ていいのでしょうか。今回はテキサス州司法長官が違法投票、郵送による不正選挙を行った女性を逮捕をお届けします。記事はトータルニュースワールドからです。テキサス州で選挙違反者の逮捕。プロジェクトベリタスの発表が披露されたサンアントニオの女性が不正選挙で逮捕された。プロジェクトベリタスが10月に公開した映像により不正選挙に関与したことをカメラで認めたラフェル・ロバリゲスが逮捕されました。違反投票、郵送による不正、きっかけはプロジェクトベリタス動画。サンアントニオの女性、ラクエル・ロドリゲスが、撮影プロジェクトベリタスが投票用紙を集客した、取れる多数の不正投票で逮捕されました。違反には、違法な投票、郵送による投票を不法に支援すること、および、公式の投票用紙を不法に所有することが含まれます。10月下旬、ゲリラの報道機関であるプロジェクトベリタスは、共和党議員候補のマウロ・バルサを支援するために展開されたサンアントニオのバルストハーベスティング作戦について、アンダーカバージャーナリストがロドリゲスから入手した映像を公開しました。11月3日に敗北したカルザは、ロドリゲスとの不正取引の申し立てを否定しました。ビデオ全体を通して、ロドリゲスは、彼女の手術に参加している彼女の仲間を特定しました。明示的に名前が付けられている人もいれば、ニックネームで呼ばれている人もいます。有罪の場合、最大で20年の懲役。ビデオのリリース直後、テキサス州の司法長官 AG のケン・パクストンは、彼の事務所が申し立てをさらに調査すると発表しました。ケン・パクストン司法長官は、この発表の中で次のように述べています。プロジェクトベリタスによって文書化された、衝撃的で露骨に違法な行動は、私の事務所が継続的に調査し起訴する不正選挙の一形態を示していますと、彼は結論をつけました。調査はまだ進行中であり、司法長官は情報を持っている人が誰でも前に出てくるように求めています。総選挙が終了して以来、全国の有権者の広範な主張が詐欺に満ちています。これは2020年の選挙中、または選挙直後の不正投票に関連した2人のパクストンによる4回目の発表です。有罪判決を受けたロドリゲスは最大20年の懲役に挑戦します。風が来て寒いとか。ニュース以上の記事の内容でした。それでは、この記事に対する日本のネットの反応を見てみましょう。ちょっと直撃すぎない？少し弱めて。レイチェル・ロドリゲス逮捕。テキサス人。司法の判断が正しくなされるテキサスから政治力を積み重ね、お前の州はどうするんだね。まあ、飛び出しね。国を追って、テキサスを拠点に、シンゴリが政権に最悪あるのかだと妄想。昨日の演説があったから翌日、テキサス州司法長官はついに覚えたのです。不
政選挙に関わった方々を逮捕し、テキサス州に賛同する州も同じ動きをするのは時間の問題でしょう。トランプが勝利したテキサス州で逮捕、裁判所が受け付けたのか、まずはテキサスから始めるぞっていうことか。いずれにしてもトランプ軍団がいよいよ動き始めたということだ。おう、あの人逮捕されたか。そりゃそうだよね。堂々と不正して証拠もあるのにただで済むはずない。いよいよ譲渡が見える形で始まったかな。善の力は一番強いテキサスだ。昨日トランプ大統領の演説はテキサス州を動かすきっかけとなったでしょう。このおばさんやっと逮捕されたようですね。プロジェクトベリタスの潜入調査で不正取引の告白をしてた映像が11月初めくらいに暴露されたものですね。不正情報が明るみになり始めた走りだったので、今後次々と逮捕されること、これはトランプ陣営による一斉逮捕の幕開けだ。ついにクラーケン解放と見る人もいれば、トランプ陣営は数年前から不正選挙に気づいていたのに、人気低迷をかけても数年のトカゲの尻尾を切るのがやっとなのかと見る人もいるだろうが、まあ現実はその間の微妙なところで続きそうだ。よく不正の証拠がないという人がいるのですが、これが不正の証拠および不正の確定ということでしょうか。まだまだたくさん出てくると思います。ついに逮捕者がここからさらに続くことに期待。そうならなければ今後まともな選挙は相容れない。ついに動きましたか。これでテキサスを支持する他の州も同じ動きをするでしょうか。今後テキサス州の動きが大事となりました。テキサスで暫定自治区をスタートする説ありかも。言われてみればそりゃそうだ。日本ならポスターにいたずら書きしたってタイプですよ。この人がどんな不正だったかで今後の逮捕が変わるね。個人的な不正ならこれで終わり。ドミニオン関係なら正式に不正があったことを認めた形になるから、たくさん逮捕者が出るよ。さすがテキサス、どんどん不正側を逮捕して不正選挙は陰謀でも妄想でもないことを周知していこう。グアンタナモへの導火線に火がつきましたかね。何としても日本に復讐したかったソ連の悪どい手口、先の大戦。こんな奴らは自分の国を壊していることに気がつきもしていない。厳しい罰を受けるべきだ。国家転覆に加担してるんだぞ。以上、日本のネットの反応でした。ストーリーは決まってるのかな。だからポップコーンでも見て映画を見るように楽しんでくださいってトランプは言ったのかな。何本当か分かんない。皆さんこんにちは。この前テキサス州が4つの州が歪んだ選挙をしていましたということで、最高裁判所で訴訟を起こしました。その時に私が動画でテキサス州が訴訟を起こしたそのことの重みと歴史的な背景について皆さんに紹介しました。その動画ではアメリカの50の州をつないでいる最も重要で唯一なものはアメリカの憲法です。もし一部の州が憲法を破っても問題ないということになってしまうと、このアメリカの50の州をつないでいる憲法の意味がなくなってしまいますので、テキサス州が独立運動をする可能性が出てくるかもしれませんと皆さんに紹介しました。11月からのアメリカ大統領選挙をフォローしてきた方ならアメリカの憲法が今回どれぐらい破壊されているかが分かったと思います。そうなると憲法を守った州が憲法を守っても他の州が憲法を守らなければ意味がないですね。この大統領選挙が始めてから最近の巨大 IT 企業が言論統制に走ったことを見て、テキサス州の議員がテキサス州をアメリカ連邦から独立させると提案をしました。この独立運動を呼びかけているのはテキサス州の衆議院ヘイリー・バイダマンです。彼がニュースマックスの番組で2020年の大統領選挙で民主党が歪んだ方法でアメリカの最高権力を盗み取ったので、彼は今テキサス州の独立運動を進めていると発言をしました。彼は民主党がテキサス州の権力を取ってしまう前にテキサス州を民主党のマルクス主義から救い出すと言いました。彼の話によりますと、テキサス州の議員がテキサス州以外のいくつかの州から電話をもらって、その電話をくれた州議会の議員たちも独立運動に興味があるそうです。このバイタマンが去年の12月10日にあるアナウンスメントを出しました。そのアナウンスメントで、もし左翼勢力が歪んだ方法で選挙で勝利した場合は、彼はテキサス州で独立のための投票を呼びかけることを明言していました。彼はテキサス州の憲法に基づいてこの独立運動を進めているようです。テキサス州の憲法では
テキサス州の人民が政府を変えるまたは廃止する権力があると書いてあるんですね。彼の話によりますと、テキサス州の州議会がテキサス州が独立国家に戻るかどうかを検討する提案を出すようです。もしテキサス州の州議会がテキサス州の住民による独立投票を行って、その投票の結果が独立することになった場合は、テキサス州の州議会が特別委員会を立ち上げて独立国家になるための一連の問題を解決することに取り組みます。独立するために大体2年ぐらいかかるそうです。アメリカの独立宣言の中でも、もし政府がアメリカ国民の権利を守る義務を果たすことができなかった場合は、国民が政府を倒す権利があると書いてあります。今アメリカで起きていることを見れば分かりますが、左翼勢力が新しい形で国民の基本権利を制限しようとしています。この視点から考えると、テキサス州が独立する理論面での根拠があります。確認してみたら、アメリカの憲法にはアメリカに新しい州として加入するときのことが記載されていますが、逆に州が離脱するときのことは書いていないんですね。ですので、もし本当にアメリカの連邦から離脱する場合になったときに、手続きはどうなるかということでいろいろ揉める可能性が高いです。またこの議員は他のいくつかの州の議員からも離脱に関する電話をもらっているということから考えると、今回のこの歪んだ選挙のせいで、今アメリカの州レベルですでに連邦から独立するアイデアが出ています。もちろんアメリカが分裂することはアメリカにとってもこの世界にとっても良くないです。本当にアメリカが分裂するときは一番喜ぶのは間違いなく CCP です。でも逆を考えれば、もし本当にテキサス州またはテキサス州と他のいくつかの州が一緒になってアメリカから独立することになった場合は、彼らが独立する理由は必ず公開されます。左翼勢力がいくら巨大 IT 企業をコントロールしていると言っても、アメリカの州が連邦から独立するその理由を国民の視線から消すことができないんですね。そうなると、今の事実を知っているアメリカの国民以上の人が今回起きたことに気づきますので、もしバイデン政権が生まれたとした場合は、彼らの合法性が疑われます。今までアメリカの歴史上では選挙に歪みがあることでここまで疑われたことはなかったので、本当に大半の国民が一つの新政権を信用せずに反対運動が起きた場合はどうなるかは分からないです。少なくても1月20日以降にテキサス州が本当に独立運動を始めた場合は、一番恐れるのはホワイトハウスに座っている人だと。チラシを送っても全然反応が取れない。ホームページやランディングページを業者にと思います。この話が出た瞬間、バイデン陣営がもうすでに恐れていると思います。もちろん彼らはただ情報を制限することでこの独立運動を防ぐことができないし、連邦の軍隊を使ってこのような正当な理由で独立を主張している州に対して軍事活動をするのも無理があります。その時どんなことが起きるか今はなかなか想像ができないです。皆さんもすでにニュースで見たと思いますが、アメリカ軍のミリ総合参謀長などの8名の最高幹部がバイデン新政権が発足する前にアメリカ軍に向けて通知を出しました。その通知の内容の概要としては、アメリカ軍人として国の価値や理想を体現し、憲法を守らなければならない、いかなる憲法を破壊する行為は私たちの価値観と誓いに違反することになります。250年以来アメリカの国民はアメリカの軍隊が国民とアメリカの憲法を守ることを信じてきました。アメリカ政府の指令に基づいてアメリカの国民の安全と憲法を守り、すべての国内外の敵と戦います。2020年1月20日に国会の認証を得たバイデンが大統領になります。この通知の最後に、今アメリカ国内にいるアメリカの安全を守る兵士は自分のミッションに専念すべきです。私たちはあなたたちの貢献に敬意を表します。皆さんはこの通知の内容を聞いてどう思いましたか？この通知の内容から考えると、今のアメリカ軍隊の上層部はこれからアメリカの大統領になるバイデンをサポートする内容になるんですね。以前の動画で皆さんに紹介したことがあると思いますが、アメリカの軍隊を指揮する最高の幹部は政府の職員になります。現役の軍人が最高の指揮官にはなれないです。だから今の最高指揮官はミラー国防長官代行になるんですね。これはアメリカの軍隊が暴走しないために最高指揮権をアメリカ政府に渡しています。私がこのニュースを見て思ったのは、今アメリカ軍の上層部の一部の人がアメリカ軍が何か行動するのではないかということを恐れているんですね。この前ある話を聞いて皆さんに話する機会はなかったんですが、1月6日の国会の事件で銃で撃たれて亡くなったあの女性の方はアメリカ空軍で14年間勤務した兵士でした。今左翼メディアがこの事件を全力で犯罪事件、暴動事件と報道しています。でも唯一あんまりニュースに出てこなかったのはこの国会で亡くなった女性の兵士のことですね。もし
そこで亡くなったのは一般的な典型的な犯罪者の姿をしている人ですから、左翼メディアが必ずそれを例にして大きく宣伝をしていたはずです。彼らがその女性についてあんまり報道してない、その理由は今アメリカの軍隊の中でその件について相当不満が溜まっているようです。アメリカ軍の兵士がトランプ大統領をどれぐらいサポートしているかについて以前私がアップした動画を見ればわかると思います。今回のこの集会が起きた理由も歪んだ選挙があったからです。このような集会に参加して途中でアンティファのような人が暴動を起こして、最初にアメリカの元軍人が銃殺されてしまったことはアメリカ軍の内部でなかなか納得できなくて、一般兵士の中で不満が溜まっているという話が実際に出ています。このような雰囲気の中で何かを理由にアメリカ軍の中で問題が起きる可能性がありますので、今回はこの異例の通知が出ているんですね。アメリカ軍の上層部が大統領の政権交代のタイミングでこのような通知は基本出さないです。なぜならアメリカの軍人は基本政治に手を出さないです。彼らが今のこの不安定な状況を見てアメリカ軍の中で何か起きるのではないかと恐れています。もしし国会が次期大統領はトランプ大統領と認定したなら、アメリカ軍の上層部がこのような発表をするはずがなかったです。今アメリカの民兵たちが行動を起こすという話が出ている中で、もし本当にバイデン政権がその民兵をアメリカ軍を使って弾圧することになった場合は、このような不満が溜まっているアメリカ軍の兵士が手を出さないことを選ぶ可能性も出てきます。実はもっと厳しく言えば、これはアメリカ軍の関係者が政治に手を出してクーデターに協力したことになります。明らかに軍隊の上層部がバイデンの名前を出して通知を出しているということは、自分の立場を明確にしていることになります。これはやってはいけないことだと思います。この点からまだ分かるポイントとしては、今アメリカ軍の内部でも分裂が起きている可能性があります。今バイデンをサポートする軍の上層部がこのような形でオフィシャルな通知を出すことが可能ですが、それ以外の政治に手を出したくない、またはトランプ大統領を支持している軍人たちはあからさまにこのような話ができないんですね。でもすでにグループ分けは存在しているはずです。このようなバイデン陣営が不安に思っている軍隊の内部の雰囲気が今回のアメリカ大統領選挙にどんな影響を与えるかについては引き続き見ていきたいと思います。トランプ大統領がテキサス州を訪問してアラモの近くにあるアメリカ国境の壁を視察に行きました。トランプ大統領がテキサス州を訪問することは前から出ていましたが、そこでスピーチをするということは事前に通知がなかったんです。彼のスピーチは一般公開の今まで私たちが見てきた国民が大量に集まるスピーチではなくて、テキサス州の壁の建設に関わった政府の職員などに向けたスピーチでした。久しぶりにトランプ大統領のスピーチを聞くことができました。彼のスピーチの内容はかなり落ち着いた内容で攻撃的なものではなかったです。彼は今国会は憲法の第25修正案を使って自分を弾劾しようとしているが、それは自分にとってゼロリスク、逆にバイデンが気をつけるべきと言いました。トランプ大統領のこの話は、もしバイデンが大統領の座にいるなら簡単に弾劾される可能性があるということを暗示しているんですね。また今のアメリカは冷静になるべき、傷を治すべきと話をしていました。それ以外の大半の内容でアメリカ国境の壁の功績について話をしていました。また次期政権がその壁を壊すべきではないと言いました。トランプ大統領がかなり疲れている感じもしましたし、かなり言葉を選んで話をしている感じもしました。今左翼勢力がトランプ大統領を悪くするためにたくさんの手段を使っていますので、トランプ大統領がこれ以上彼らに何か口実を渡さないために自分の言葉をかなり選んでいる感じがしました。今日闇のクマさんがこのスピーチを自分の動画の中で取り上げて、このスピーチはトランプ大統領の敗北宣言になるという見解を出しました。なぜならこのスピーチの中でトランプ大統領が多分今まで初めてバイデン政権という話を出したんですね。ではこのスピーチをもってトランプ大統領が敗北宣言をしたとみなしても良いかというと、客観的に見てその見方もありです。なぜならこのスピーチの中でトランプ大統領がバイデン政権という話を出しました。また次期政権がその壁を壊さないでほしいという話もしました。単純にこの言い方から考えると、トランプ大統領はこのスピーチの中で次期政権がバイデン政権になるというメッセージを出してるんですね。だからコマさんが自分の動画でその結論を出してるんですね。私がこの動画を作ってる時点でコマさんのその動画にいいねボタンが1万5000個ついて、バットボタンが5000個ぐらいついてました。コマさんの人気から考えると、これぐらいのバットボタンがつくのはちょっとおかしいなと思って彼の他の動画も見てみましたが、普通はバットボタンが多くて数百個ぐらいついて、いいねボタンが数万個ぐらいついてました。ですのでこの確率を見て
たくさんのフォロワーさんたちがクマさんの分析について負けたくないというその気持ちを込めてバットボタンを押したかなと思いました。ここではクマさんを応援したいと思います。今表に出てて裏が問える私たちが普通にアクセスできる情報の中で確かにトランプ大統領に有利な話がほぼないです。このような情報に基づいて分析するとトランプ大統領が今回の大統領選挙で逆転勝利する可能性がかなり小さいです。ですのでクマさんのその分析結果は今表に出ている情報に基づいた結論としては間違いないです。今表に出ている情報ではなかなかトランプ大統領に有利な情報はないんですが、でも1月20日までにまだ1週間ありますし、希望を込めて考えるとまだいろんなことが起きる可能性はまだあると思います。たくさんの歴史的な重要なことは予想外の展開で終わってます。先ほど皆さんにアメリカ軍の内部でプロ熱が起きている可能性について皆さんに話しましたし、またアメリカの国民の中で今回の選挙に不満を持っている人がたくさんいます。このような複雑な環境の中でどこの誰が何かをやってそれがきっかけに状況が変わる可能性もなくはないので、少なくても1月20日までに状況を見ていきたいと思います。これから最近流れている私の能力範囲で裏が取れない情報について皆さんに紹介したいと思います。今日ネットで一つの動画が流れてまして、その動画ではトランプ大統領と十数年の関係性がある人が一部の人に向けてトランプ大統領の計画について話をしている動画ですね。彼のスピーチによりますと、トランプ大統領はアメリカ軍のサポートを得て2016年の大統領選挙に参加しました。今アメリカ政府の腐敗問題を解決しようとしていることについて話をしました。 Q という組織はアメリカ軍の中にある情報関係者によって出来上がっています。今の情勢が変わればトランプ大統領は軍事裁判所を起用してヒラリー・クリントンやオバマを反逆罪で逮捕すると言ってました。また大手 IT 企業が今やっていることを批判してトランプ大統領が逆転した後にインターネットは 100% 監視されるか分割されると言ってました。これ以外私も皆さん以上に今流れている情報について多く知りませんので、皆さんにはこれ以上紹介できるものはないです。もちろん毎日状況が変わってますので、何か更新情報があれば皆さんに紹介したいと思います。これからもこのような話をしてきますので、ご興味がある方はぜひフォロー。皆さんこんにちは、宮本でございます。今回はですね、まず最初に少し前にご紹介した共産党員の大量の名簿流出についての話なんですけれども、あれっていうのはですね195万人なので200万人近い共産党員の名簿が流出したって話なんですね。そう皆さんごめん、皆さんこんにちは、宮本でございます。今回はですね、まずアメリカのトランプ弾劾の話、これですね多分もう結論が出てるか、あるいはもう出るっていうタイミングだと思います。アメリカ時間で13日に結論が出るみたいな報道でしたからね、もう結論が出てるかもしれませんが、トランプの任期はもうそろそろ切れるっていうね、このタイミングで弾劾をするっていう、これは何なのかということですけれども、まずそもそも弾劾って何よっていうことなんですが、これはですね議会が大統領をクビにするっていうことですね。弾劾という制度は日本にもありますね。日本の場合は例えば裁判官を国会がクビにするっていう制度がありますね。裁判官というのはですね判決を出すわけだから、裁判官同士がなあなあになっちゃったらどうしようもなくなるっていうんで、あんま変なことやってると国会が裁判官をクビにすることができると。
今アメリカで問題になっている弾劾はですね、大統領を議会がクビにするってことなんですが、これはもともとはですね、起訴するっていうのは検察官の役割なんですが、検察っていうのは行政部門だから、その大ボスは大統領なわけですよ。子分である検察官が自分の大ボスである大統領を訴追すると裁判にかけるって考えにくいので、もし大統領があまりにも変なことやったら議会が大統領を訴追してクビにしちゃうよっていうね、要するにですね、裁判官とか大統領だとかこういう強力な権限を持ってる人が独裁的な振る舞いをしないように権力を分散するための仕組みなわけですね。そしてその大きな効果としてはクビにしちゃうってことなんですよ。そうすると最初の話に戻りますが、トランプの1期目っていうのはもうすぐ終わっちゃうわけですよ。そこに弾劾って何のためにやるのってことなんですね。ほっといても任期は終わるわけだから、あえてやる必要ないじゃないのと。これっていうのは要するに弾劾裁判でクビになったっていう形を作りたい。もっと簡単に言えばトランプを悪者にしたいわけですよ。なぜか、この話をする前にもう一つの話いたしますね。今アメリカで話題になっているもう一つの話っていうのはですね、大手の IT 企業がトランプの口封じに動いてるってことです。例えばこの YouTube もですね、本当に選挙に勝ったのはトランプだっていう主張を認めないと、そういうコンテンツは削除すると、というよりはすでに削除してるっていうふうに発表してました。それ去年の段階でもう言ってました。そしてですね、ツイッター、フェイスブック、トランプのアカウント停止ですよ。まあこうなるんじゃないかって予想してた人は何をしてたかって言いますと、パーラーですね。パーラーにアカウントを作っていた。なのでパーラーのユーザーっていうのがものすごく増えてたんですね。ところがアップルですね、 iPhone を作ってるところ、この会社はですね、スマホアプリのダウンロードサービスっていうのをやってるわけですが、そこからですね、パーラーのアプリをダウンロードできなくなっている。しかもですね、すでにアカウントを持ってる人たちもパーラーを利用できなくなっている。なぜかって言いますと、パーラーはですね、アマゾンのサーバーを使ってサービスを提供してるんですが、アマゾンがね、パーラーにはうちのサーバー使わせないって言い始めて、すでにアカウントを作った人もパーラーを利用できなくなっている。ということでですね、トランプ寄りの発言というのはアメリカの大手 IT 企業がこぞってね、封殺している。これがトランプの口封じですね。このこととさっきの弾劾の話どう絡んでくるかっていうとですね、トランプはですね、大統領選挙でものすごい数の支持を得ているわけです。ということはどういうことかって言えばですね、今後大統領が誰になるかにかかわらずですね、トランプが SNS で発言すれば、そのことによってアメリカの世論が動かされる。もしかすると大統領以上の影響力を持つかもしれない。このことをですね、トランプから見た反対勢力の側は恐れているわけですよ。なので議会ではトランプは悪者なんだっていう形を作りたい。そして IT 企業はですね、トランプに発言の場を与えないようにしたいと。これっていうのはトランプの影響力を恐れているからなんですね。なぜ恐れるかって言えば、影響力が実際にあるからです。そしてその影響力っていうのは次の選挙に反映されるんじゃないかと。トランプを封じ込めなければ次の大統領選挙でどうなるかわからない。そもそもですね、バイデンの支持者っていうのは本当にいるのかって言ったら、そこは非常に疑問なわけですね。バイデン側に票を入れた人っていうのは単なるトランプ嫌いなんですよ。そしてバイデンにはこれといった能力はないと思われます。というよりはですね、中国共産党との関係ではあまりにもズブズブすぎる。そうなるとですね、せっかくトランプが共産党を封じ込めるためにいろいろやってきたことをですね、緩める可能性がある。ろくなことしないって可能性が高いと。そうなるとですね、例えば規制を緩めたりすると、そこにトランプからね、批判が来ると、バイデンやってることおかしいぞと言われちゃうでしょう。それが4年間続いたら、次当選するのは誰ですかって、トランプかトランプの周囲の人ってことになるわけですね。それはもう見えてるわけです。反対勢力からしても俺たち勝てるわけねえなって分かってるんですよ。なのでとにかくトランプは悪い人、弾劾されてクビになった人っていう形にしたい。そしてですね、 IT 大手はですね、トランプが発言する場をなくしたい。しかしですね、本当にそんなにうまくいくんですかね。パッ
NHK が報じない89年前の中国。サーラーっていう会社のオーナーはですね、やはり大富豪なんだそうです。アマゾンがサーバー貸さないよって言ったら、じゃあもうそのサーバーを運営する事業も自分たちでやるって、やろうと思えば全然できるそうなんですね。なので今一時的にですね、パーラーは使えなくなってますが、復活する可能性は十分ある。そうなった時にですね、パーラーはトランプ支持者の牙城ということでですね、非常にユーザーを増やす可能性があるんですね。まあ私思うにはですね、ツイッターとかフェイスブックはですね、中国共産党の工作活動に対してですね、どのぐらい抑制をしてるのかと。自分の国の大統領の発言を遮断するんだったら、例えばですね、共産党が病気を抑え込んでるとかね、貧困をなくしてるだとかね、そういうのって人民日報のアカウントが上げてますけど、これはほっとくのかよと非常に疑問に思いますね。そこはまあ私は以前からトランプ大統領そして人民日報両方ともですね、ツイッターでフォローしてるんですよ。まあ人民日報に関してはですね、どういうプロパガンダしてんだろうって目で見てるわけなんですけどね、こっちはそのまま垂れ流しといて、トランプは遮断かよと、いかにもおかしい。しかしこのことでよくわかるのは、アメリカの大手 IT 企業っていうのはですね、共産党の肩を持った動きをするっていうことですね。具体的にどういう形で利益共同体を形成してるのかわからないんですけども、やってることがあまりにも露骨なので、これは何らかの利益共同体を形成してると見るべきですね。まあしかしですよ、大量のアメリカ人がトランプに投票したこと自体は事実なんで、この人たちが黙ってないでしょ。トランプに発言の場を与えないならば、じゃあ俺たちでその場を作るよって、そういう動きが出てきて、ツイッターとかフェイスブックに代わるサービスっていうのがですね、今後出てきて、ツイッターとかフェイスブックの独占的な地位っていうのがですね、崩壊していくと、そうなってくれたらいいんじゃないかなと私は思っております。まあ当面はですね、パーラーがどうなるかっていうところでちょっと注目点なんですけれども、パーラーだけじゃなくてね、また他のサービスとかね、出てきてほしいなと。いろんな SNS が出てきてですね、情報を隠そうとか工作しようとかしても抑えきれないって、そういう状況になってほしいと思います。まあこれは以前から申し上げてるんですが、日本ではメディアの数が限られている。特に大きなメディアっていうのがですね、それほど数がない。テレビ新聞っていうのがですね、全国的なものなんですよね。チャンネルの数も少ない。だから簡単に抑えられちゃうんですよ。アメリカのテレビみたいにケーブルテレビでチャンネルがいっぱいあるとかだとね、この会社を抑えても別の会社が共産党を批判するっていう形で全部黙らせることができなくなる。 SNS の世界は数が限られてるから工作されやすい状況になっていることは確かなんですよ。しかし今回みたいな露骨な口封じしたらですね、新しいサービスがどんどん出てきて、この状況変わっていくんじゃないかなと期待を込めてそういうふうに思っております。ということで今回の話はここまでです。また次回お会いしましょう。皆さんこんにちは、宮本でございます。今回はですね、これも結構リクエストは多いんですけれども、デジタル人民元についての話でございます。まあ私が上海に住んでいた頃はですね、人民元といえばもうお札とコインですよ。これで買い物をしてたわけなんですけれども、ここ数年ですね、急にスマホ決済がバーッと広がって、屋台で何か買うんですらスマホ決済、タクシーなんかですとね、現金で払うなんて言うと断られるって言うんですよ。タクシーの場合には分からんではないなって思うのはですね、中国って偽金がすごく多いんですよ。日本だったらね、偽札なんて見つかったらすごい大きなニュースになりますけど、中国だとまあ住んでいれば1回ぐらいは捕まされることがあるっていう、そのぐらい一般的なものです。じゃあ偽札を掴んじゃった人はそれどうするかってことなんですよね。結構ババ抜き状態になるわけですよ。偽札だって分かってんだけど、どっかでうまく使おうと思う人結構いるわけです。でそのターゲットになりやすいのがタクシーなんですよ。タクシーってちょっと暗いじゃないですか。そうするとですね、偽札かどうかちょっと見分けづらい。
しかもですね、お金払って外に行ってしまう、後からよく見たらちょっとこれ自殺かもと思った時にはもう人はいないっていうことなんでね、タクシーっていうのは結構偽札を掴むリスクが高い仕事なんですよ。それがスマホ決済だったら確実なので、今中国では現金は嫌がられると。でまあそれはですね、タクシーに限らず偽札のリスクをね回避するためにスマホ決済の方がいいという人が多いようです。じゃあスマホ決済で一番シェアが多いのはどこかっていうと、アリババグループのアリペイですね。中国語ではツーフーパオって言いますけれども、これはですねスマホ決済の半分以上のシェアを持ってます。じゃあこういうスマホ決済とデジタル人民元、さらにはビットコインとかってありますよね。こういうのってどう違うのっていうのを今回ちょっと話していきたいんですけれども、まずスマホ決済というのはやってる企業がいるわけですよね。買い物をする当事者、売り手買い手の他にもう一つ会社が絡んでるわけです。現金だったらその場で払えばいいわけで、2人だけで話は済むわけなんですけども、電子決済の場合はですね、 A さんの口座から B さんの口座にお金を移すわけで、その時 A さんの口座から例えば10元減って B さんの口座に10元増やすっていうのは共通の企業がいないとできないことですね。なので電子決済になると必ず売買の当事者以外にそれを管理する会社っていうのが存在するわけですよ。これが基本です。アリペイの場合はアリババグループ、アントがやってるわけですけども、デジタル人民元というのはその代わりに中国政府が管理するということですね。ところがですね、ビットコインは違うんですよ。ビットコインはですね、 A さんから B さんにビットコインを移したと、それを管理している会社とか国家とか個人とかそういうのはいないわけですね。本来だったらある人の口座から別の人の口座にビットコインが移ったらそれを記録している第三者っていうのが必要なはずなんですけども、それをですねブロックチェーンという技術で不要にしたのがビットコインなんですよ。なのでビットコインには管理している会社とか国家とかそういうものがないんですね。なので通貨を管理しようと思っている国家からするとですね、ビットコインが普及するっていうのはコントロール不能の通貨が出てくるってことで容認できないと。少なくとも通貨を管理したいって国家が思っている以上、ビットコインを正面から認めることはないと思います。なのでデジタル人民元っていうのはビットコインとは全く違うものであって、管理する人がいると。まあデジタル人民元の場合は中国政府になるわけですけどね。それを企業単位でやってるのがスマホ決済ですよ。アリペイとか日本で言ったらスイカとかいろいろありますけどね。それっていうのは企業がですねお金の動きっていうのを記録して管理してるわけですね。では企業がやっているアリペイとかですねスイカとかそういうのとデジタル人民元の違いは何かっていうことなんですけども、これっていうのはですね、国家が一人一人が持ってるお金を全て把握して記録して、そしてそのお金が誰から誰に移ったかっていうのを一元管理するってことです。そして少額の決済ではなくて企業同士のお金のやり取り、もう何億円何十億円そういうものも扱うようになるってことですね。例えば自分が1万元持ってますっていう記録は全部中国政府のサーバーの中にあるってわけです。そしてですね、買い物をすると中国政府が記録している自分の人民元の額が減って、お店の方の口座の額が増えると。つまりですね、誰から誰にいくら移ったか、いつ移ったか、全て政府が把握するってことになるわけですね。しかもこのやり取りをできなくするとですね、買い物が一切できなくなる。つまりですね、経済的な意味での死刑を執行することができるわけです。デジタル人民元が普及し、みんながこれ使うようになると表に出せないお金のやり取りっていうのができなくなっちゃう。誰から誰にいくらお金が移ったか全部分かっちゃう。こいつ気に食わないなと思ったらですね、その人のアカウントを停止してしまう。もう何の経済活動もできなくなる。ドルに変えて海外に逃げようと思ってもドルに変えらんない。ドルと人民元の交換を遮断することができる。今の中国ではですね、かなり広く闇チェーンというのが行われています。闇チェーンというのはですね、銀行とかじゃなくて電話一本でお札をたくさん持ってくるおじさんがね、バイクでやってきて
で例えば日本円と人民元を変えてくれると、そういうのがあるんですよ。1000万円ぐらいだったら次の日に持ってきます。多分億単位のあれでも用意できると思うんですね。こういうのがいるから不正蓄財したものをドルに変えて海外に逃げちゃうってことが可能になるわけですよ。ちなみに言えばですね、海外に逃げるっていうハードルもですね、日本みたいに海に囲まれている国と違ってですね、地続きですから、国境線長いから、たくさんドルを持ってればですね、その気になれば国境を歩いて渡って他の国に行くとかっていうのは中国ではできる。しかしですね、人民元が全部デジタルになっちゃったら、闇チェンのおじさんをね、呼んでドルに変えるとか不可能になるわけですよ。共産党にとって都合良すぎる。まあそれだけだったら中国に住んでると全部共産党に把握されて大変だねって終わっちゃうんですけども、それだけじゃないんですよ。共産党の狙いは、例えばですね、海外でデジタル人民元をスマホでこうやり取りできるようになるとなりますと、海外にいるのに人民元での取引っていうのが始まってしまう。まあ日本の社会ではですね、外国のお金っていうのはそれほど流通してないと思うんですよ。なので日本人の感覚だとまさかそんなことはって思うかもしれませんけども、国によってはですね、ドルが普通に通用する国とかってありますから。今はどうだかわかんないですけど、ずいぶん前私ベトナム行った時は普通にドルが使えたんですよね。1ドル札たくさん持ってた方がいいって言われて持ってったら、そっちの方が使い勝手がいいんですよ。ということで、まずはですね、一帯一路とか経済的にですね弱い国でデジタル人民元が普通に使われるようになる可能性があるし、さらに言えばですね、中国人がたくさん留学しているところとか住んでいる国ですね、ここで中国人同士のお金のやり取りがデジタル人民元に変わっていく可能性があるわけです。アメリカにはですね、たくさん中国人が住んでおります。彼らの間でお金をやり取りするときにですね、人民元でやり取りしてもいいじゃないかと。そのうち中国人と商売しているアメリカ人がですね、人民元でやってくれないかと、あ、じゃあ対応しますよってなっていく。今ですね、アリペイってありますよね、アリババグループがやってるスマホ決済。これはですね、中国国内ではものすごいシェアを持ってるって先ほど申し上げましたけども、海外でも対応しているところ非常に多いんですよ。特に台湾はですね、中国人観光客の利便性考えてアリペイが使えるところ非常に多い。つまり中国人観光客と商売するためにアリペイ使いましょうと、これがデジタル人民元を使いましょうになる可能性が非常にあるわけですよ。そしてですね、もしデジタル人民元を普及させようと思ったら、すでに世界中にユーザーが広がっているアリペイ、これをそのまんまですね、デジタル人民元の端末に変えちゃえば話早いですよね。なのでこれはですね、まあ一つの説として言われてるんですけども、習近平政権はですね、アリババグループを共産党の完全な支配下に置いて、そしてですね、アリペイをですね、デジタル人民元をやり取りするための端末に変えちゃおうと。そうなるとですね、世界中で今までアリペイを使ってた人たちが自然にデジタル人民元を使うようになるっていうことなんですよ。そうなるとですね、今まで中国人は国際的な取引をするときに人民元をドルに変えてドルでやり取りしてたのがですね、人民元で直接商売ができる、少なくともその範囲が広がるっていうことで、そこからですね、ドルの覇権を崩していけると考えてるわけです。こういう戦略が見えているので、トランプ政権は何やったかって言いますと、こちらでございます。中華系のデジタル決済プラットフォーム禁止ですね。つまりアリペイに限らずですね、中華系の決済システムっていうのがアメリカでたくさん使われるようになると、それがそのままデジタル人民元をやり取りするためのツールに変えられてしまう可能性がある。そうなるとアメリカ国内で人民元でやり取りする人がどんどん増えてきて、ドルの覇権が崩されてしまう。さらに言えばですね、アメリカ人も中国人相手に商売するためにデジタル人民元の口座を作るようになってしまう。これっていうのはですね、アリペイに対応しているお店が、まあ、日本でも今ありますからね。商売をするとなると、お客さんの利便性考えてそういう動きがどうしても広がってくるわけです。アメリカ没落後、日本は今から12年前、こんな駆け出しで
これっていうのは取りも直さずデジタル人民元への布石になってしまうので、トランプ政権はこうしたプラットフォームっていうものを禁止したってことなんです。しかしこの禁止令が執行されるかどうかはですね、結局バイデンの考え方次第、バイデンがどう出るかで決まってしまう。せっかくですねトランプがこれ止めようとしてるのに、バイデンが執行しなければですね、将来デジタル人民元のプラットフォームとして使われるかもしれないサービスがどん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 アメリカでも普及していく。もちろん日本も例外じゃないんですけどね。まあ現在日本では幸か不幸か病気のせいで中国人観光客っていうのがもう激減している、激減してるっていうかもうほとんどいなくなっているわけですよね。なので日本のお店がですねどんどんアリペイに対応していくっていう状況にはなってないんですけども、観光客がまた大量に来るようになったらその動きっていうのは加速していく。さらに留学生がたくさん来るとかビジネスマンがたくさん来るとかで日本国内での中国人人口が増えていけば、やはり中華系の決済システムっていうのが日本でも普及していく。それはですね将来デジタル人民元を使うためのツールに変貌してしまう可能性を秘めてるってことなんですよ。なので日本のマスコミはですね、トランプがなぜ中華系の決済システムを禁止したのか、その意図、そして共産党が何を今狙っているのかっていうことをちゃんと説明しないと、日本も同じ状況に置かれてるんだから日本も手を打たなきゃいけないっていうふうに話が流れていかなくなっちゃう。まあ私はですね、外国の決済システムというのがですね日本でも自由に使えるなんていう状況のまま放置しておくと、思っている以上に非常に問題が大きいと思いますので、今のうちにですね、たとえ中国人同士だとしても日本国内で人民元で決済とかできないようにしておいた方がいいと思います。まあ中国でやるのは自由ですけどね、日本では日本円でやり取りしてくださいよっていうこの基本はですね外さない方向でやっていっていただきたいと思っております。ということで今回の話はここまでです。また次回お会いしましょう。シャーク、ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。